入れがかりですわ、入れがかりですわ。おー、よかった。うわ、黄色い。20センチオーバーの型のいい鮎、福井県九頭竜川。激流の鮎釣りフィールドとして全国に知られる川だ。今回竿を出すのはどちらかというとマイナーな上流の渓流域。激流とはまた違った趣で楽しめる場所だ。そこで泳がせ釣りの名手2人が鮎を入れがかりにする。案内役は九頭竜をよく知る矢口照之。大針を使ったナイロンラインの泳がせ釣りが彼の真骨頂。これは今日一黄色いんじゃないか。マッキー黄色これ。そしてもう一人、トーナメンター長谷川優太。太いナイロンラインでおばせを多く取り、おとりを操る泳がせの名手。活水じゃなかったら苔ついてる石には多分ついてるアユやとは思うんですけどね。上流は活水でアユは石につかず、水が冷たい深場で群れていた。いわゆる縄張りを持たない群れアユだ。やっぱり群れアユやね、ここの。一般的なセオリーではかけるのが難しい群れアユを2人は攻略。さらに支流へと足を運び、闘争心むき出しの縄張り鮎をかける。狙った鮎は逃さない。泳がせ釣りの名手が共演、九頭竜川大野で群れ鮎と縄張り鮎を釣る。今日はね、九頭竜川に来ています。で、九頭竜川といえばあのドッと流れた激流のその背のイメージはあるんですけども、ここは、大野市を流れる九頭竜川、渓流層といいますか、そういった川層になっています。北陸の大河川、福井県九頭竜川。訪れたのは上流の大野市漁協区域。ポイントは七板。矢口さん、これ川の水位っていうのはだいぶ減ってるんですか？平水より川 40〜50センチ下水ですね。二人は川を見ながら鮎がついていそうな場所を探します。今ちょっと下の方から歩いてきて見ていったんですけど、川、はい、ちょっと石がここ結構入ってたんで、ほんで石に苔ついてる色がちょっと良かったんで、まずここからちょっと攻めていきたいと思います。長谷川さんは縄張り鮎を狙って水深があって苔がよくついている場所から始めます。今日の仕掛けは、水中糸04で、針の方は 6.5 号で4本怒りで、はい。しばらくおとりを泳がせますが、野鮎は追ってきません。さらに時間をかけて探っていると、おお、かかった。じっくり粘って当たりを得ました。綺麗なアユですね。長谷川さん、おとりが養殖から天然に変わりました。ここからが本番です。今目印のとこ
木の下とかは結構みんなあんま攻めたがれへんので、こんなとこ飛んでこなあかんねんけどね。竿抜けしていそうな場所を探っても反応がありません。水の中のアユの動きもチェック。おお、かかった。釣れるには釣れるものの、なかなかかからん感じですね。朝一、はい、しぶとくそこで泳がしてたらかかってくるっていう感じですね。一方の矢口さん、矢口さんもアユをかけました。追ってるのは見えるんですけど、うん、最後まで追うじゃないと途中で引き返していく感じ。縄張り持ったアユがいないんでね、あんまりかからないんですよ、うん、結構歩いてると一瞬走ったりとか見えるんで、青結構それを見つけてから釣ってる方がええかもわからんですね。アユが黄色くないね。群れアユやから真っ白け。アユが白いのは活性が低い証拠なんです。アユの友釣りは野アユが縄張りを張る餌場におとりアユを送り込み、侵入者を追い払おうとした時に針にかける釣りです。一方群れアユは縄張りを持たないアユで、闘争心が弱く激しく追わないので釣るのが難しいのです。針なんかはどんなのを使われてるんですか？とりあえずいつもやってる基本の、8号4本怒り、まあ遊び鮎ですね。遊び鮎なんかもこうハリスに触れるとこう巻きつくようにかかっちゃうんで、あのなので、まあ追ってくる鮎はもちろんのこと、群れ鮎とかを狙っていくためにも8号。大針はキープ力が強いので群れ鮎でもバレにくいのが特徴です。おお、おやっとかかった。縄張り持って追ってかかってるような感じではないです。一方じっくり狙って鮎をかけていた長谷川さん、かかったな、かかったな。群れ付き合いっていてないね。長谷川さんはこの日の状況をどう見ているのでしょうか。なんで本来やっぱり水があって、この渇水じゃなかったら苔ついてる石には多分ついてるアユやとは思うんですけどね。ちょっとほんまに水がなさすぎてもう隠れな高水温で多分死んでしまうようなね。あ、また来た、いっぱい、すごい。もう単純にほんま土曜隠れやと思うんですよね。先が朝早っても全然反応もないし、あゆもいてないんでね。でちょっと惚れ込みんとこにやっぱ溜まってきてるんですよね。釣るのが難しい群れアユをどう攻略するのか。二人の名手の技に迫ります。入りがかりですね。水ありて魚あり、魚ありて釣りあり、来た時よりも美しく魚の住める世界を。
縄張りを持たない群れ鮎はどうすれば釣れるのか。まず矢口さんはここに群れがおるんです。群れを見つけて水中の鮎の動きを確認、そしておとりを回収しました。皆さん針を変えられるんですか。はい、何号から何号へ変えられるんですか。ちょっと号数を落として8号から 7.5 に。スタートは8号です。スタート8号で、こう小さくされたのはなぜ。ちょっと後方につく感じの鮎が一瞬見えたら、おとりの後ろにちょっとつく感じやったんで、ちょっと軽めにしておっぽから長めに。おとりの後ろに距離を取ってついているので、ハリスの長さを指1本から3本に長くしました。で、まあ長くすればするほど根掛かりも増えるんで、うん、ちょっと号数を下げてあげる。ハリスを伸ばした分針を軽くする。そうですね。すると、おう、めっちゃ鮎走ってるよここ。よう引くね、ここ大きいのか。さらに、おう、セッティングを変えてヒット率が上がりました。おとりの泳がせ方にも工夫がありました。で、ちょっとおとりを上下に揺すってあげて、こう掛け針をバタつかせる感じ。針が野鮎に触れやすいようにおとりを上下に操作していたのです。おお、入れかかり。針選択と針津の長さがマッチして、次々と鮎が釣れ始めました。入れかかりです。矢口さん、群れ鮎を狙う時の注意点は。結構折ってかかるんではなく、触れるだけなんで、はい、針先をしっかりチェックしとかないと針乗らない。その頃、長谷川さんはすっごい走る。どれかからんか。かかった。やっぱり群れ鮎やね、ここの。それがちょっと今ここで分かって、ちょっとハリス長くしたらかかりだした。長谷川さんも、尾っぽから指一本だったハリスの長さを指3本に変えてペースが上がっていました。ん？上がった。釣り方はどんな感じ？そうですね、僕基本的に縦竿の泳がせ釣りをメインにやってますんで。竿を立てて釣るとラインの角度を調整しやすく、おばせが作りやすい。おばせの使い手、長谷川さんにぴったりの釣り方なんです。おばせをよく取ってるんで、しなやかに泳がしていって釣るっていうのが僕のスタイルかなと思ってます。おとりを思い通りに泳がせるには、おばせ、すなわち糸吹けをうまく使う必要があります。アユは引っ張られる方向と逆に進む習性があります。それを利用して、おとり鮎を狙ったポイントまで泳がせるのです。おばせを多く取ることで水の抵抗が大きくなり、下流に引っ張られたおとりはより上流に泳ごうとします。長谷川さんは抵抗の大きな太いナイロンの水中糸を使い、縦竿でおばせの量を調整しながらおとりを誘導していました。怖かったか。ご覧ください、このわずかな竿の操作でおばせの量を調整していたんですね。
今日使ってる竿は GTI-2 の高中高の8号です。9メーターに比べて風が吹いてようが操作もしやすいですね。おお、かかった。長谷川さんの読み通り、水深があって比較的水温が低い惚れ込みで群れ鮎を捉えていました。見事群れ鮎を攻略した2人は、次に闘争心の強い縄張り鮎を求めて場所を移動。ええー、当たり。あ、かかった。かかったね。これは今日一黄色いんじゃないか。マッキー消そう、これ。場所を移動して縄張り合いを狙います。前半クズ竜本流で、はい、まあ、そこそこ釣れたんだけど、まあ、このクズ竜のその支流、はい、でマナ川っていうところがあって、はい、非常に水が冷たくて、冷たいですね。でここの鮎がものすごく美味しいということなんで、まあ、ぜひね、せっかくなんで、そうですね、ここもね、やってみたいと思います。クズ竜川の支流マナ川、サビラキ橋上流に入りました。うわ、ゆっくりおる。いっぱいおる。ゆっくりだ。水の中を見てみると、アユが縄張り争いを繰り広げていました。ハリスの長さは短めの指一本からスタート。早速、竿を出してみると、おお、よかった。長谷川さんがすぐにヒット。わ、黄色い。活性の高い黄色い鮎です。さらに長谷川さんは少し掘れた流れの筋を泳がせていきます。今はベタ竿で、引かずにおとり任せに泳がして上げていってるっていう釣り方ですね。引き釣りではないです。泳がせ釣りの寝かしてるっていう形ですね。ここでかかったら最高やな。あ、かかったね。長谷川さん、続けて水深のある筋で追わせました。ご飯のまだあったんやけど、ここでかかるのがほんま理想やな。おお、かかった。追いが良くなり、背がかりです。一方、矢口さんは背の下流、流れの緩い場所に向かいました。めっちゃ引く。目印が踊った後、野鮎の力強い走りを受け止めます。うん、もう巻き球綺麗な。今日はね、この GTI-2 の引き抜き早瀬を選んだんですけども、まあ、一番いいところはオールラウンドに何でもできること。泳がせから背の引き釣りまでですね、まあ、どのようなポイントがあるかわからないような時には、こういう一本でどんなとこでもできるような竿っていうのは、やっぱね、そこがこの竿の一番いいところです。まあ、探り方なんですけど、まあ、自分の下流におとり送り込んで、結構扇状におとりを広く早く探る感じ。ここは比較的石も小さくてフラットな、川底なんで、石の間をこう縫うようにこうしっかり潜らせて泳がせるというよりかは、
その石の頭頭をこう通過させるイメージ。おお、当たり。闘争心の強いアユがいればすぐに追ってきます。広く早く探って数を伸ばします。これは今日一黄色いんじゃないか。苔をたっぷり食べたマナガワのアユです。結構ねいいサイズなんで、うん、ね、楽しめますよね。結構楽しめる川です。うん、この後パターンを掴んだ2人はアユを追わせ続けます。うん、めっちゃ引く。マナ川ではベタ竿でおとりを泳がせ縄張りアユに追わせた2人。日が高くなってからアユの活性も上がり入れがかりにしました。トーナメンターの2人、それぞれの凄さはどこにあるのでしょうか。長谷川さんの凄さって、オーバーセコントロール、ほんのちょっとした、ね、コントロールで、自分の思うようにおとりを操作していくっていうのは、まあ、そういうところがすごいなと思いますね。矢口さんの凄さってどこにありますか。はい、すごさ、みんなが歩くようなとこ、こんな浅いとことか、そんなとこでかかるんっていうとこでちゃんと釣ってくるんで、やっぱそういうとこは勉強していかなあかんなって思いますね。おとりがうまく循環して数も伸びていいサイズも混じり始めました。これもでかいんだよ。サイズもいいし、色も綺麗、最高です。いい当たり。本流とこの支流のマナ川、今日一日十分楽しめました。二人は追い気のない群れアユと闘争心あふれる縄張りアユ、存分に楽しんで農館にしました。友釣り専用区が、設けられてますんで、シーズン、目いっぱい、終盤の方まで釣りができますので、ぜひ足運んでみてください。今回は九頭竜川上流の大野市漁協区域で2人の泳がせ釣りの名手が群れアユと縄張りアユを攻略しました。かけるのが難しい群れアユも針と針巣の長さがうまく合えば入れがかり。いろんな状況に対応できれば数釣りへの道が見えてきます。